ここで曲がるんですけど、今、八幡浜市の、中心街にいます。で、まっすぐ行ったら大洲市、そしてその先に松山市で、自分は、県道で、右で、これが宇和島とか、まあその手前に西予市があります。足摺岬とか四国のずっと南の方に行くのも道です。県道だけど、これがメイン のここから行く道になります。およそ700メートル先、斜め左方向です。はい、そういうことで